お疲れ様です。ラットです。来ますね。バランス調整が来ました。さあ、こちらカブトムさんがまとめてくださってます。いつもありがとうございます。というわけで、タワー含め計何枚だこれ。9枚ぐらいですね。はい。調整がされましたんで、まあちょっと紹介していこうかなと思います。めっちゃいい調整です。ちなみに今回は。はい。まあここ最近恒例だったが、まあゴブリン3種がね、まあデカめの加砲を受けました。まあどれもぶっ壊れの領域から外れるんじゃないかなっていう感じかな。ダイナマイトゴブリンはまだ強そうだけど、まあゴブリンの呪いも、なんかゴブリンマシンもね、まあダイナマイトもなんかちょうどいいぐらいに、はい、なって気がします。で、ラムとプリンスに関しては、ここはまだまだ壊れだと思いますね。正直そんな変わんないんで、まあこの2枚が環境トップになるんじゃないかなっていう。はい、そしてウィザードは、まあ多分ヤナアメで盾が壊されますね、はい。まあ、あとは今回目玉のね、はい、ダガー加砲ですね。チャージ時間が遅くなって攻撃速度も遅くなるんで、全然攻撃しない。マジでおさぼりダガーガールが完成したんで、正直もうダガー時代終わったと思ってます。はい、まだ全然触れてないんであれなんですけど、まあ、ほぼプリンセスタワーで良さそう。ブラスターはどうだろうな、わかんないんですけど、本当にプリンセスタワーのクラロワがやっと帰ってきたんじゃないかなっていう、はい、ちょっとこの後するの楽しみですね。で、まあ、あとはテスラもまあ本当壊れだったんで加砲されたんですけど、まあ、正直まだまだ強そうだなっていう気はしてますね。こいつに関しては進化が強すぎるんでね。で、残りのボイドはまあバグ修正ですね。はい、タワー横にいたユニットにもなんか単体でしばくことができるっていうぶっ壊れになってたんで、はい、それが修正されましたって感じかな。というわけで今日はこのね、テスラダガーデッキで、はい、遊んでいこうと思います。まあ、ダガガル結構弱いとは思ってるんですけど、どうだろうな。なんかもうプリンセスタワーで良さそうさ、プリンセスタワー。いや、平和なクラロワが帰ってきたか。まあテスラもね、加砲されたんですけど、いや、まあテスラに関してはまだまだ戦えると思ってます。はい、クエイコーグね。いや、ダガーガールどうだろうな。ちょっと早く攻撃してみてほしいな。どんぐらいのね。うわ、偉すぎる。ちゃんとキング起動やめて。いやー、今あんま見てなかったな。だが相手プリンタワーだからな、ちょっと比べれねえが。さあ、このナイトとかも今までだったら結構溶かせれてたんじゃないでしょうかっていう話よね。遅いな、明らかに。攻撃するまでが遅い。これもなんか今までだったらスケウッドぐらいで完封できそうだったけど、どうなんだろう。際どいか。火力がな、瞬間火力がやっぱね、ダガー強かったのがね、良さだったんですけど、なんか区別化できないよな、このダガーガールの良さとはになっちゃったんじゃない。ブラスターはね、単体にはやっぱ火力優秀みたいな、あるし。まあ、プリンセスタワー安定。ああ、やだな。え、それ一発入んのまずいな。なんかダガーは何っていう。お前は何の良さがあるんやっていう話になってきちゃうよね。正直瞬間火力あんのか。いやー、これもね、思ったよりホグが解けないね。このロケホに対してもなんか遅いな、だいぶって思っちゃうようになった。いや、ちょっと言うとにはならんか。さあ、なんか負けそうではあるが、さすがに負けない。痛い、火花が痛すぎる。やばい、待って、ヘナチョコした。ヘナチョコして火花が入りそう。
いやでもこれドリルロケで追いつけんのかクラロワよね。テスラのコストがあれば許されます。まあ、これはテスラ強いかな。いやさすがにテスラだけ止まるよな。なんか怖いな。いやドリルロケあるよ。進化テスラマン、なんならこれで俺左落としちゃうみたいな面白さもあります。さすがにねえか。まあロケで勝ったっすけど意外と止まんねえな。ホグは意外と止まんないね。こんぐらいだったかな前回をね。そんな覚えてないんですけど、いやでも明らかに溶け具合がね悪いで、攻撃速度も遅くなってチャージも遅くなってんで、まあ、結構でかいよな。ダブルで加砲されちゃってるんで、なんかどっちかだけだったらまあ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 とはなったが、やっぱ2段階加砲は痛いかもね。守れねえわ。うん、プリンタワーかブラスターでいいね明らかに。まあテスラはまだまだ強そうね。さあボーラーか、まあブラスターの時点でだいぶレアではある。お久しぶりです。ジャイスキャラ的なね話もありますよと。わあそれエロいね。痛すぎ。なんかしかもこれさチャージ遅くなってんの嫌すぎるの。いやまあ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 左にが入ってくれた。でこのハンターを無視してもどうなんですか。今まで一発ぐらい、一発今までとあんま変わんねえか。今まで一発入ってたっけ。さあでボーリーね、ジャイボーリーハンター。うわーロケ打ちてえが打ったら守れないんでね。強っ。いやスケラはリトプリで守んなきゃっすねこれ。ババもいますよ。まあダガーが、ダガーこの子が重要な気がする。一番しかも進化ナイトもいるんで。いやリトプリがやばい。ちょ待って、ダガー、えこれダガーじゃなかったらさ止まってそうじゃない。そんなことないかな今の。寝てんだよな。全然止まんない。やばい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 。プリンセスタワーだろ。100倍プリンセスタワーだなこれ。まあブラスターでもいいけど。いやなんか止まってそうではあるんですけど、まあ、俺の防衛が悪いパターンもあるんでなんか何とも言えないんですけど、いや俺的にはもう全然守ってカウンターだなぐらいの気持ちではいるんですよね。ちょっとプリンセスターにしてみよう。だいぶ残っちゃってたね。だいぶね。あでもダガー来た。さあ相手にダガーがいるパターンはねやってみたかったのよ。ちょうどどうなんですかね。さあこのドリルもまあまあまあここはね、まあリトプリ合わせてテスラでね、
あ、これ右のさタワー寝てるからさ、あ、寝てるっていうかあれか、プリンセスタワーか。やっぱ LSP 遅かった。うわ優秀すぎる。プリンセスタワーね変えたの覚えとかないとね。いやでも俺ダガーだいぶ寝ないかな。スケドラね。でこれプリンセスタワーのね、いや感覚覚えてね。いやでも普通ねプリンセスタワーのになれるのがまた大変だな。これこういうの行った方がいいんですよ。縦線のサイクルね。ガーディアンも行っていいよ。さあこれはタワー落ちるんじゃねえか。いやダメ。まあここはテスラでも守れるしロケでも守れる。でラバハンドに対してはねダガーガールよりねプリンセスターの方がね優秀なんだよね。まあロケでもいいな正直。しかもプリンタワーだから、いやこれ進化ナイトでもよかった正直。まあ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 、いやーでもプリンセスターの良さ出てんな。耐えれます。1150ね。まあ正直守ってもいいし、まあドリルぐらいは攻めといてもいいね。相手なんだ、ヤナメ。まあ相手のダガーは別に普通のダガーではあるが、いやロケ強え。いや強ー。やばい、このバルキリーを無視するのが痛いんだね。プリンセスタワーだとちゃんと守んなきゃね。いやこのパルスがね強えし、わあいいね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 。これダガーだったらなんかまた怖かったけどな、ラバ溶けねえしみたいな。サナイス。いや100倍プリンタワーの方が守れる気がするわ。さあ相手はプリンセスね。だからダガー来たらちょっと嬉しいかもしんないしな。いやいいね、またプリンセスタワーになれなきゃいけないねこれ。親衛隊とかか。え、ボイドだ。いやーいいねこれ。ダガーだったらなんかバチクリ入ってそうで怖かったわ。どうなんだろうな、なんかプリンセスターとダガーガールに大きな差がないから安定ななんかプリンでいいっていう。マジ良さが消えたわダガーの。美味しいスパーキー、さよなら。うん、まあこれをみんなは求めてたよな。まあ俺を含めついに来たか神環境が。やばい、ああオッケー釣れた、よかった、ね、痛い。これさスパーキーもいなくて結構いいカウンターになりそうだけど、エリババいたんだよね。まあ、ドリル単品でも強そう。いやーいいね。いやーマジで普通のって言うとあれだけど普通のクラロワしてるわ今までこうだったよなっていう懐かしい気持ちになんね。まあテスラはまだ強えんだろうな、そんなこと言って。テスラが強いのには変わりはないが、ダガーが消えただけでだいぶ変わる。やばい、
これまずいね。延命したかった。うわー、いたー。進化ロケが強ない。すげえ延命してくるし。いいよ。いや、しかもね、プリンセスタワーだとやっぱね、単品でこのゴブリンドリルも飛ばしやすいし、まあそれこそゴブリンバレル単品でも飛ばせるし、ディガーもね単品で飛ばせるから、なんか全然違ってくるよな、戦術も。いや、最高かもしれない、もしかしたら。いや、マジかっこいいしのバランス調整来たんじゃない。あー、ロケ圏内だ、気づかなかった。いや、プリンセスタワーになるだけで本当に違うよグラノアはだって7年ぐらいさ、こっちはプリンセスでやってるわけですから、ここ最近のなんかね、新環境というか全然違ったもん、今までと。まあ今回の間はダガーか。まあ半々ぐらいだな、今のところ。まあ今日のマッチングではあるが。でもなんかやってる感じ、守りが弱すぎて、ダガー使うメリットがわかんねえな。良さがわかんねえ。まあ単品ドリル。あー、ポイズン。ひたひたや。いや、でもこういうのもね、プリンセスタワーだとちょっと守りやすいか。うわー、いいねー、この無難な感じね。これテスラをね、壊されたらまずいかも。いや、でもダガーガルじゃねえんで、ダイナマイトの事故とかも少なそう。いいよ、ウッドね。ダガーだからさ、スカしちゃうよねと。いや、今回の相手ディガっぽい。ザップとか怖。いやー、いいね、めっちゃいい。なんかこれだけで幸せ。でもあんたダガーだもんね。行っちゃおう。まあテスラがあるけど。いいね。いや、結構寝てたね。いや、これ、スケだけで、いけねえかな。あ。あ。無理でした。いや、なんか、もう一枚ぐらいあってもおかしくなさそうなんですけど、相手の。うわぁ、それ強えなー、このディガポイがね。懐かしさをね、感じますよね。まあ削って、まあロケ削りとポイ削りですから。うわぁ、マジで。単品ディガーがね、ちゃんとダメージ入っちゃうんだよな。ロケ打って。ふう、気持ちいい。まあ LSP からのナイトとかで拾ってもいいな。さあ、まあ進化テスラがあるんで、守りは固いよと。絶対拾うまんね。いいね。で、あともロケット打ってね。ふうやってることはちょっとあんま今までと変わんないか、俺の。
いやでもいいな、プリンセスタワー。いやこのねディガーをねめっちゃ拾う感じも懐かしいな、懐かしすぎる待ってた待ってた、うわマジでついにダガーが弱くなった、顔ダガーがいねえ環境が来たか、最高だぞ。ダガーがいねえだけでこんな幸せですか本当に。いやーいいねプリンセスターね、単品ドリル飛ばし毒だもんな。うわーいいね、うわーいいね、入りすぎだけど。まあこのフェニックスとかはねプリンセスターだとちゃんとね受けなきゃいけない。え見えなかった今潜ってたな。いやーテスラ強い。さあボンバーフェニラムね、まあまあまあ、いやドリル単品で飛ばせるの嬉しいな本当に、ドリル以外も何でもだけど。今まで無駄だったからな、ゴブリンバレルとかねディガーとか無視が当たり前ぐらいだったけど、そんな簡単に無視できねえぞっていう環境にね。いやーテスラ強えあこのカード一応加砲はされました、はい、加砲はされたけどこんだけ強えかんな。まあここは加砲というか許容で良さそう。メガナイトボンバーね、メガナイトボンか、ラムもいたね。ちょっとやだな、怖いな、インドラ事故とか。ロケ、まあインドラに打ってもいいな、サイクかまあラムライダー、それは本当にそれは本当にって聞きたくはなる。これキングギドしたよ俺。美味しい。美味しいね。メガナイトなんか逆サイに相手が出したからね。アホ入ってんなダメージ。さあキンキにも成功。残りなんならロケぐらいでいきそうじゃない ?492。フルブッパ来んのか。これ LSP でもちなみに削れるわ、プリンセスタワーだから。そういえばでかいな端ま、えってことはついに小屋も輝ける、輝けるが怪しいがね、そのだがじゃないだけで5コス4コスを無駄にしなくていい。マジでなんか謎だったもんなあれ、ダガーに対して異常に弱いあの仕組み。まあでもダガー来たわ、わついに、わクララはこれ時代来るぞマジで、おもろすぎるかもな。いやロケット強すぎだろ。いやーいいなー、いやいいなーこれ。しかもなんかまあ今ちょっと強いのがラムプリンスぐらいだから、正直環境的にもディガー削りドリル削り、まあ迫撃砲とか、まあ枯渇ディガっぽい、何俺かメガ、まあ、メガないと分かんないけど何でも前そうなね、え最高すぎない。どうしようこれで、まだまだダガー最強だったら実はダガー最強でしたみたいな可能性あったら最悪だけどな。さすがに使ってる感じはさっき弱かったんだよな、止まんなさすぎた。
まあジャイね、まあでも俺らはこれで育ったからな。なんかプリンセスタワーを使えてることだけで嬉しいよね。もうそれ以外、それ以上なんでもない、それ以上でもそれ以下でもなんでもない。やめて、にゃっ、ごめん、何も求めないよ別に。プリンセスタワーがいるだけでいいんよ。いやー強い、リトプリもリトプリは強すぎるか。いや強すぎんな。お、釣れた。これバランス狭いだったら今走ってたかもね。カツン、いやでもいいよ、明らかに時間が違う。上硬くね。硬すぎるか。ボンバーに打って当てたいな。ゴブリンもいたんかい。いやまあダガー寝てるんで行っちゃうか。いや LSP 勘で当たってんのでかっ。守り硬すぎんこれ。まあこれに関してはテスラが悪いんですけど、明らかにリトプリと。いやーいいウッディやー、はみ出てんな。ちょっと怖いよね。LSP 感電してほしい、ボンバーに。いやさすがに止まんだな。カチカチすぎんだろって言ってんだろうな。まあせっかくならタワー折ってもいいな。いやー気持ちいいロケや。ナイスー。いや絶対プリンです。ダガーの時代は終わった。お、なんかおもろそうな子来たぞ。お前弱すぎお前弱すぎんってやだな。悲しいよな、言われたら。あーやだな、エリポンまずいよね。お前弱すぎんか、やだな。相当自信あるんだろうな。言ってみてくれよ、俺に聞かせてくれよそのセリフをよ、勝った後にな。ボーラーファルチか。まあなんだろうね、エリポン全然想像はつかない。工場、まあロキ打ちたいが、エリポン危ないんでね。エリポン危ないんでねっつって
マジで危ないね。これ何のデッキだと思いますか。まあ考えるだけ無駄か。まあまあまずいよね、一言で言うならばね。正直マジで俺って弱すぎんだなってなっちゃうよね。ペッカなんや。ペッカちょっと熱いな。なんかね、スケラーみたいな、ようわからんのが苦労が怖かった。強すぎん、あれ。痛いそれ。せっかく今守ってたのに台無し。さすがに打つか。まあ打たされてはいるか。まあでも相手呪文があんのかな最後にね、っていうところが気になるんですよね。なけりゃ削られないかな。なんかなんとも言えない試合してるの。どっちが弱すぎたんだこれって。お前弱すぎんおもろすぎんな。いいね、かわいいよね。さあというわけでプリンセスターはなんか強いと感じちゃったな。使いやすかったな。まあ、だがちょっとしか使ってないけど、なんか弱かったんすね。体感。個人的にはもうプリンで良さそう。まあ、使うならブラスターもワンチャンとかだと思うんですけど、なんかまあ、ダガーである理由はそんなないんじゃないかなと思います。で、テスラはね、まだまだ、壊れかなと思います。まあ、皆さんのね、タワーへの意見もね、ぜひちょっとコメントでお待ちしております。というわけで、神環境、楽しんでいきましょう。大塚純子とマータニー。